はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、日本のメディアがどのように伝えているのかってあんまり興味もないんですけど、どうせトラ、トランプさんに関しては嘘ばっかり言うし、向こう側の主張しか伝えないし、でもね、それをみんな信じちゃうんだよなって思ったので、今日はちょっとこの記事にツッコミを入れてみたいと思います。時事通信が伝える記事です。 トランプ帝国に大打撃 ?11 日に最終弁論。アメリカ・ニューヨーク州民事訴訟というタイトルですね。ちょっと読みます。トラ親分が不動産価格を偽り、不当な利益を得ていたとして提訴された民事訴訟の最終弁論が11日、ニューヨーク州地裁で開かれます。トラ氏が直面する複数の裁判の一つで判決次第では、 帝国とも呼ばれるトラシの事業活動に大きな打撃を与えそうだ。訴訟は2022年9月、ニューヨーク州のジェームズ司法長官が起こしました。トラシと息子二人、一族企業トランプオーガニゼーションカンブラが11年から21年、ゴルフ場やトランプタワーなど不動産、所有不動産の価値を過大に評価し、 銀行から有利な条件で融資を引き出したなどと指摘、詐欺やビジネス記録改ざんを含む7種の不正行為があったと訴えた、とあります。まあ、ジェームズ司法長官が訴えるのはいいんですが、その訴え自体が何の根拠もなくて、でっち上げだっていうことに関しては、この記事は一切伝えていないんですね。本当に罪作りだと思いますよ。 まず、不動産価格を偽りって偽ってないでしょう。<laughs> 偽ってないでしょう。えっと、例えば、マーラーゴの価値は1800万ドルしかないとジェームズさんたちは言っていますが、その100倍ぐらいの価値があるだろうとみんなが言っていますよね。それはもう明らかになっていることなのに、絶対日本のメディアは伝えません。不当な利益を得ていたということもありえない。 財務諸表は非常に優秀な財務諸表で、有名な大学教授が、この虎親分の財務諸表を見て、これを作った人が、うちの生徒だったらもう丸得 A を上げるよってまで評価した、非常に精度の高い、インチキなども一切していない、とても保守的な財務諸表であったと。そういうことが明らかになっているとこいうことも、 日本は外国なんだから、もっとちゃんと伝えないとね、みんなが間違って受け取ってしまうと思います。というか、間違ってね、受け取って、トランプってひでえやつだって思わせようと思って一生懸命変えてるっていうのはわかるけど、はい、突っ込みたかったです。そして、不当に利益を得たと言いますけれども、銀行から有利な条件で融資を引き出した。 っていうのはあくまでジェームズ司法長官がでっち上げた罪状なわけで、実は銀行はトランプさん、トランプオーガニゼーションと取引して、とても幸せに思っていて、そして利益もたくさん得て、そしてドイツ銀行などはトランプさんに対して縦まで贈呈してありがとうございますって言ってるわけですよね。だから、 被害者など誰もいないんですよ。誰もいない。被害者など誰もいなくて、みんながわくわあの、みんながいい思いをした。みんなが利益を得た。それをにイチャモンつけて、トランプさんの結局は、財力をそぎ落とそう、泣き物にしようということで動いているという極めて政治的な攻撃なわけですね。その辺もきちんと伝えないとダメだと思います。そして、 ニューヨーク地裁がジェームズ司法長官の要請を受けて、詐欺に関してのみ先に裁定を下して、トラシラの不正を認定したとありますが、この地裁の判事、エンゴロン判事というのが、バリンバリンのマルクス主義者で、それでちょっと異常な、異常な人で、異常だと私は見えますけど、ジェームズさんの、ジェームズ司法長官の言いなりなわけですよね。 そして、このジェームズ司法長官っていうのは、虎親分を泣き物にしてやりたいから、私を司法長官にしてという選挙運動をして、司法長官になったんですが、その資金を出していたのは、あのジョージ・ソロスさんだと言います。だから思いっきりもう政治的な攻撃でしかないものに関して、こういうふうに無実の罪を着せられて、戦いを強いられているトランプさんが、 あたかも悪いかのように書いている。よくもここまでこういう記事を書くよなと思いながら見ておりました。だってさ、私たちずっとトランプさんのことを追いかけている人間は、もう誰が悪くって誰が正しいことをしているのかっていうのは分かってるわけじゃないですか。だけど日本では全くそれが報道されなくって、日本ではね、子供たちだって オバマは素晴らしい大統領だと思ってるし、トランプなんかほんとひでえやつだって思ってるし、そういうことを私の身近な子供たちも言うわけじゃないですか。そしてね、オバマ大統領なんか広島に訪ねて行った時に、被爆したおじいちゃんがね、オバマ大統領にこう、何あの、抱擁して感激してたじゃないですか。だけど、 あの瞬間だってオバマは舌を出していたわけですよね。<laughs> って思ってさもう本当にそこまでバカにされてるのにさ何でこんなくだらないニュースを作るのかと非常に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 不愉快に思いいますはい、私はこういう話はやっぱり苦手です。